メインイベント GHC ヘビー級選手権、王者塩崎豪対挑戦者鈴木軍シェルトン X ベンジャミン。おのずとね、結果はついてくると思いますね。はい、さあそのゴングが鳴りました。ちょっと体を揺すったのはベンジャミン、笑っています。ゆっくりと動き出しました。反時計回り、何かつぶやいている。ちょっと距離を取った。静かな立ち上がりになりそうだ。ロックアップの体勢、水を打ったように静かになりました。後楽園ホール、さあ低い体勢から。このベンジャミンはレスリングの経験がありますね。そうですね、まあ、レスリングスタイルから入ってきましたよね。はい、まあ、これまでね、やっぱ鈴木みのりだったり杉浦というね、鈴木軍の選手がこの GHC のヘビーのベルトを持っている時間が長かったですから、はい、ベンジャミンなかなかこうチャンスがなかったんですよね、ええ、それをこう自らの手でね、こうアピールしてこのベルトに挑みに来たということでね、相当モチベーションは高いでしょうね。佐久間さん、あのもしですよ、はい、もしこのベンジャミンにベルトが渡るとなりますと、はい、取り返すのは本当に至難の技になるかと思いますが。いや、そうですね、このもう身体能力の高さ、ポテンシャルっていうのはね、これ誰もがもう口にしているように、はい、まあ、ある意味で鈴木最強じゃないかなんてね、言われ方もしていますからね。まあ、とにかく前バッハ谷口とやった 5.28 の試合でもね、場外にパワーボムでテーブルの上に投げつけるというね、とんでもない荒技も見せていますから、こういうことをねやってくるとなると、かなり厳しい戦いになりますよね。そして昨日の調印式ではこの塩崎を同じように、はい、あの調印式の場であのテーブル真っ二つに折れるというパワーボムを打ってきましたからね、はい、そうですね、こうアスリートとしての凄さはもちろんのことね、そういう破天荒な、ね、荒々しさっていうのを前面に出してくると、これはいよいよもって厄介ですよね、ですからちょっと昨日の調印式のダメージが塩崎心配ではあったんですが、はい、腰、背中、頭、そのあたりがどうか。グラウンドの攻防になっています。この2人、あのグローバルタッグリーグ戦では対決がありました、はい、その時にはベンジャミンと杉浦、マイバッハ谷口と塩崎豪、まあ、マイバッハ谷口がベンジャミンから、うん、まあ、白星を奪うという試合になりましたね、はい、そうですね、まあ、あのタッグということもありますね、杉浦とベンジャミンはまだその当時コンビ結成したばかりでしたからね、そういった背景もあって、まあ、塩崎谷口の方が有利だったという部分もあると思うので、ね、もともとベンジャミンの場合特にシングルプレイヤーという、ね、はい、方が強いですから、この舞台でねこの強敵相手に塩崎が、ね、チャンピオンとしてこうどういう戦いを見せるのかという部分もやっぱり注目したいですよね、まあ、シングルとして対決しているわけですが、タッグとしてもあまり対決がないという2人ですね。そうですね、まあ、どこまでねこうベンジャミンの圧力っていうのをこれまで塩崎が体験してきたかというのはまだいまいち見えてない部分もありますから、これシングルになった時にね、一つ一つの攻撃の積み重ねをどこまで耐え切ることができるか、はい、まあ、やはりねある程度こう耐えながらという戦いにもなると思いますので、塩崎にはねその辺の耐久力も求められますよね。なるほど、耐久力ですか。クリーンブレイクなるかどうか。この辺りはベンジャミンがもっと仕掛けてくるかと思ったんですが、はい、やはりこのタイトルマッチということでしょうか。そうですね、不気味なんですよね、立ち上がりもレスリングの技術から入ってきてますし、そうですよね、こう何かねこう隠し持ってるものがあるような気もするんですよね。なるほど、もう一度組み合います。あ、ここでエルボーが来ました。まずベンジャミンのエルボーです。まあ、塩崎はねこう打ち合いになるならその方がむしろやりやすいかもしれないですよね、はい、そうですか。やはり佐久間さん、これメインイベントになりましたが、はい、今日一日はやはりエルボーにこだわる選手が多いですね。いや、そうですね、明日が三沢さんの命日です。緑のリストバンドをつけている塩崎、エルボーを打っていきます。ベンジャミンも打っていく。打ち合いになった、うん、ちょっと重さがある。あ、ここで逆水平に切り替えました。得意の逆水平、飛んできたショルドタックルは倒れません。首を振っているベンジャミン。ここでどちらが主導権を握るか大きそうですね。そうですね、こうだんだん動きが大きくなってきましたね、はい、逆水平振っています。ベンジャミン強い、ベンジャミン強い、すごい破壊力ですよね、ただ塩崎すぐ立ち上がった。
連打だ、逆水平連打、4連発、ちょっと顔が歪んだか、ベンジャミン、繰り返した、ここはよく見えている塩崎です、それではタックル、ここで倒していきました、34歳になりました、塩崎豪です、塩崎が若手時代、佐久間さん、はい、アメリカに武者修行行ってる時には、うん、このベンジャミンが WWE で活躍している、すごい選手だったと当時から思っていたと、うん、塩崎は言ってますね。まあ、もうやっぱキャリアもね、実績もベンジャミンやっぱありますからね、はい、さあ場外に来ました放送席の前、鉄柵を使う、こうやっぱ場外なんかはね結構危険ですよね、はい、何か探してますね、ベンジャミンのこう破天荒な攻撃がね、はい、より出やすくなりますからね、佐久間さんちょっと待ってください、今マットの下にテーブルがありますよ、これはかなり危険な匂いがします、あの 5.28 大阪でこのテーブル斜めにかけますね、谷口真っ二つ、そして昨日の調印式では塩崎がテーブルの上で真っ二つ、まあ、やっぱりこういうね荒々しい攻撃をすることでリズムをつかもうというね、はいはい、狙いも見えますよね、むしろこれ塩崎が危ない、お客様危ない、大丈夫でしょうか、ただそれだけの思いが塩崎にありますね、ベンジャミンが鉄柵を越えましたよ、それだけの塩崎の逆水平の重みです、さあ場外に行きます、ちょっと危険です、お客様危険です、ベンジャミンがこれ暴れなければいいんですが、テーブルを立てかけたのはベンジャミンだったんですが、さあ手探りです、手探りチョップ座らせました、さあここでダメージを与えておきたい塩崎です、絶対に負けられない初防衛戦、待っていきます、ちょっと距離を取りますね、勢いをつけてでの飛びますか、さあ勢いをつけて塩崎が、さあ鉄柵越え、鉄柵越えのドロップキック、飛びました、あまり見たことありませんね、はい、いやもう塩崎もねこう思い切って仕掛けていくっていうチャンピオンだから守りに入るんではなくてね、はい、積極的に仕掛けていく戦いはいいですよね、ちょっとベンジャミンが立てません、一旦リングに戻したいですよね、そうですか、場外カウント数えられています、はい、しかしここでわー重い、うん、重い一発、思わず後ずさりベンジャミン、さあここで、あーしかし投げ返された、ダメだ、止まった、なんとか、いやしかし、あそのままタックルするような形でなんと無残にもテーブルが真っ二つに割れました、今一旦塩崎は鉄柵に救われるような形になったんですが、そうですね、踏みとどまったんですけど、ベンジャミンがそうはさせませんでした、ちょっと頭も押されてるんでね、あそうですね、頭も打ってるかもしれませんね、しかし大変な、佐久間さんこのテーブルご覧ください、粉々ですよね、大変な破壊力です、ご覧ください、テーブルがここまで壊れるでしょうか、さあちょっと、ここでやるのか、柵ですね、柵に向けて、危ない、これ危ない、ああそう、これがベンジャミンの一つの得意のズレもあります、右に左に鉄柵につけていきました、悲鳴が上がっています後楽園ホール、このパワーですよ ね、 これね、はい、過去にも何度か見せてますけど、やられた選手はもうみんな何が起こっているのかわからないというふうにね、はい、言っていた状況なので、塩崎も振り回されるたびに鉄柵に当たって、これ何が起きているか分かってない状態じゃないですかね、もともとはアメリカ WWE のスター選手でした、シェルトン・X ベンジャミン、今リングの上、2012年に新日本プロレスに参戦、2013年、3年前4月に鈴木軍に加入しました、この男がノアのベルト、ヘビーのシングルのベルトを欲しい巻き日が来るのか、そうなりますとノアとしては取り返すのはもう至難の業、現在フリーという立場ではありますが、この塩崎がノアのベルトを、ふるさとのベルトを守らなければいけません、15になりました、16戻らなければいけない、ちょっと速攻を気にして、あ、転んだ、
18、あと2秒ナイティ戻れるか、戻れ、まあ危ないですね、なんとか戻りました塩崎号、なんとか戻りました。去年4ヶ月ぶりに GHC ヘビー級王座になりました塩崎、かつて2度巻きました、久しぶりのベルト、3度目のチャンピオンになりました塩崎、1回転、いやもうベンジャミンの攻撃がもう全部荒々しいですよね、変わってきましたね、はい、普段のものが出てきました。最初がね静かな立ち上がりだっただけに、このスイッチのねチェンジですよね、はい、ここがまた恐ろしいですね。思い起こせば佐久間さん、このベンジャミンは昨年秋のグローバルリーグ戦でも、鈴木実とは時間切れ引き分けでしたが、それ以外は5戦全勝、はい、優勝決定戦で春藤が敗れましたが、とんでもないその強さをアピールしましたよね。そうですよね、まあ、もう個人としての、ね、ポテンシャルというのはこのノアのリングでも証明しているわけですから、あとはもう本当結果だけというところですよね、はい、この怪力のた打ち回っている塩崎、まあ、ボディスラムですけど、その前に背中にもダメージを負っていますから余計にこれ効きますよね。ベンジャミンはこう話しています、俺のゴールは一つ、塩崎を破壊すること、 GEC のタイトルを鈴木君に取り戻すと言っています。さあ、もうタイガードライバーのような形で、これも高さがありますよね、投げていきました、緑のマット、三沢さんが見つめる前、ベンジャミンが躍動する時間帯になっている。戻ってきた塩崎はちょっと苦しい時間帯です。このノアに戻ってきて塩崎、今年1月金丸の裏切りにも会いました、鈴木実とのシングル戦で敗北も味わいました。しかしその後に杉浦から佐久間さん、はい、あの大阪での一戦、ベルトを奪った一戦というのは、これは見事な一戦でしたね。いや、そうですね、まあ、やっぱりね、もう激しい数を受けてもね、はい、もう杉浦のものすごい攻撃を受けても耐えるというね、はい、こういう本当にもうベルトを取り返すんだのを守るんだという気持ちを、ね、見せるような試合でしたから、まあ、それがね、大阪のお客さんにもしっかり伝わっての最後のね大歓声につながったわけですから、その戦いをね、こうやっぱ東京でもね、もう示さなきゃいけませんよね。熊本出身の塩崎です。大阪で取ったベルト、この東京で守れるか。ショット胸一発食らいました、にやりベンジャミンです、うん、ここで切り返せるかどうか。エプロンサイド、エプロンサイド当たった、側頭部首元に入りました、そのままカバーに入っている塩崎、肩、肩を上げました、左肩を上げました。今みたいな、ね、動きもそうなんですけど、パワーだけじゃなくてこう機動力が、ね、あるというのもベンジャミンは非常にやりづらい相手ですよね、まあ、スピードもありますし、ね、跳躍力もありますから、はい、これはどういう仕掛けが来るかというのを、ね、的を絞りきれないという怖さですよね。しっかりと首に腕を巻きつけて、これグランドの攻防、動きを止めようというところ、またスタミナも奪っていこうというところでしょうか。まだこの緑のマットの中央です。ちょっと笑っているベンジャミン、ただ佐久間さんどうですか、この塩崎コール、はい、戻ってきた時にはブーイングもあったかと思うんですが、そうですね、あの大阪でベルトを取った時ぐらいから変わってきませんか、はい、そうですね、確実に、ね、この戦いぶりというのが、ね、ファンに伝わっていると思いますから、はい、その声に、ね、応えるのがチャンピオンですからね、この苦しいところを、ね、なんとか流れ変えたいですね。立ち上がろうという塩崎、切り返せるか、ちょっと距離を取った、ストンバックに一発、さあ走り込んでいこうというところ、あ、しかし捕まった、捕まりました、再び捕まった塩崎、苦しいですね、ちょっと苦しいですね、これダメージを奪って奪われて大技を食らいますとちょっと危険です。塩崎、あ、ちょっと苦しいですね、ちょっと表情もかなり苦しそうですね、あ、崩れ落ちました。しかし塩崎コールが耳に届いているか。2012年いっぱいでこのノアを退団しました。全日本では3冠ヘビー級王座も獲得しました。しかし去年9月に全日本退団、11月にこのノアへ再び参戦してまいりました塩崎。このノアの面々が塩崎に声をかけます。ここでカバーに入る、カウントを上げられるか、危ない、
ちょっと意識があるかどうかですね。そうですね、ちょっとぐったりしてましたから危なかったですね、はい、さあベンジャミンは決めようという時間帯か。ブーイングを浴びました。しかしそれを声援に変えてまいりました。塩崎ちょっとグラッときた。15分経過しました。今日のメインイベントタイトルマッチ、後ずさりは塩崎です。特別な一日にしたいと言っていた塩崎、これぞ GHC という戦いを見せたいと言っていた塩崎、ここから挽回できるのか。ノアの守るために戻ってきたと言った塩崎、一旦はこのノアのマットを離れました。しかし大きくなってこのふるさとに戻ってまいりました、うん、さあ逆水平、いやこれがいいですね。一回やっぱり逆水平で流れをつかみ返したいですよね。そうですか。ここは防御して袈裟切り、もう一発食い事に入った、いい角度に入ってますね。これあー難しい。そうですね、大きい技よりもね、やっぱこういう打撃で一回リズム変えたいですよね。はい、逆水平連打、しかし捕まった。ここは腕を切られました。危ない、よく見えている、飛んできた。さあ形勢逆転なるか。ノアを離れている間、ショーでもあります小林さんも引退しました。そのチョップを打ってきました。三沢さんが亡くなって1年、最後のパートナーでした塩崎、ノアに育てられた塩崎、逆水平チョップ。ノアをベルトを守れるか。三沢さんに一つ何か言葉をかけたのか。リング中央、エボー、さあ塩崎危ないぞ、逆水平切り替えた、さあ持ち上げた、シャーンバスターで見つけていきました。カウントは2、一気にいきますかね。そうですね、ようやくねこう流れがイーブンになってきましたから、はい、ここらでね塩崎一つ大きいものいきたいですよね、またちらっと三沢さんを見たか。さあ立ち上がりました塩崎豪、初防衛戦です。ノアとしてはこのベンジャミンに奪われますと取り返すのは至難の技、大変なことになります。この塩崎に期待するしかありません。顎にヒット残ってきた、危ない危ない、塩崎崩れ落ちた、場外に落ちました。あれが怖いんですよね、ジャミンの動きが。そしてベンジャミン来ますね。やっぱ場外またこれ怖いですよね、はい、何仕掛けてくるかわからないですからね、塩崎を捕まえる、あーっとこの薄いマットのところでパワーボムか、あーっとエプロンだ、エプロン硬いところ、いやこのダメージどうですか。いいです、ね、やっぱ今のタイミングも待ち上げられて下に叩きつけられるとやっぱ予想するわけですよね、はい、違うタイミングで衝撃が来るわけですから、これ当然ダメージ大きいですよね。ちょっと首元押さえてますね。あやっぱ体を、ね、振り回してしまう力があるだけにベンジャミンやっぱそういう攻撃をできるわけですよね、はい、さあまた中央で危ない、この高いパワー打ちつけていった、ニュートラルコーナーに投げつけていきました。そのままカバーに入ります。塩崎、うん、ちょっとかなり効いてますよね、ベンジャミンの方としてはもうこのフィニッシュに持っていきたいところだとは思いますけど、塩崎は何かこう一つ流れを変える武器が欲しいですね、はい、右肩を上げました、まあ、ゴーフラッシャーもあれば、まあ、リミットブレイクでね、はい、まあ、ノアに戻ってきて初めて出したというのもありましたが、
あのまあ、やっぱ切り札の、ね、ラリアットはなかなか切りたくないところだと思うんですけ ど、 なるほど、流れを変えるための、ね、一発っていうのもこう状況によっては必要かもしれませんね。なるほど。おっと、後ずさり塩崎、塩崎への声が飛んでいます。さあここから20分経過しました。 GHC ヘビー級選手権試合第26代王者塩崎の初防衛戦。あーっと、よく見えている。そのまま肩がついています。塩崎この辺りの動きもできる。さあこのまま持ち上げます。受け身ができません。あそこから持ち上げますか。そのまま肩がついてしまった。塩崎左肩を上げました。苦しいですよね。ちょっと苦しい。やっぱ背中へのダメージをかなり受けてますね、はい、こう跳ね返す力っていうのはだいぶ弱くなってきてる感じがします、ね、あ、そのアンクルホールド、アンクルホールド、これは厳しい。西田レフェリー確認している。これはあの太い腕が絡まっています。命綱掴まない。命綱取る。そのまま腰を落としたベンジャミン。どうですか澤野さん。いや厳しいですね。もう強い時止まりたくないですよね。ロープが遠い。ベンジャミンとしても決めるぐらい絞ってますから、早く逃げたいですね。手拍子でフォアファンが塩崎に声援、思いを届けます。さあ向きを変えて正面の入れ綱、あと10センチ届くか、思いが届くか。塩崎一気に逃げたい、一気に逃げたいですね。届くか、届いた、捕まりました。これは絞っていたベンジャミンにもある程度のスタミナを消耗させることができたんですから、はい、しかし立ち上がりました。しかし立ったのはベンジャミン。恐るべし、恐るべしスタミナ。これだけ攻めてるんですけど、攻め疲れのような感じはベンジャミンないんですよね、はい、そして今場外に降りてきましたよ。ちょっと不安な空気。まだ、またちょっと待ってください。まだテーブルがあるのか。まだテーブルがあります。ないですね、これは大変な。これは谷口戦ではもう鉄柵越えのテーブルへのパワーボムがありましたが、うん、これ狙ってきますよね。塩崎は気づいてますかね。背中です。塩崎捕まってしまう。立ち上がってしまう。これはベンジャミン、あの谷口戦の再現狙ってますよね、はい、さあトップロープ越えのパワーボムか。塩崎こらえた。塩崎こらえている。これを食らってはいけない。テーブルが用意されている。ノアを守るために戻ってきた塩崎。やばい。さあ上がってしまった。なんとか高橋を投げた。さあ打開できるか。うわっと一回転。これがあーっと、しかし毛さぎりで切り返しました。一回転のドラゴンウィップ、そのベンジャミンの一つの技でしたが、なんとか切り返した。しかしうわーっと、ジャーマーぶっこ抜きました。ベンジャミン死闘になりました。今日のメインイベント、塩崎コール。戻ってきた時にはブーイングがあった後楽園ホール。今日はこの塩崎に声援を送ります。己のために一旦離れたこのマット、しかし再び帰ってきた塩崎号。場外に戻ってくるか。戻ってきた。あそこから戻れるのか。高い打点のドロップキック。さあ場外に落とした。塩崎が何か狙っているか。狙ってますか。狙ってますよね。狙ってますね。何か思いを、思いを
お前は届けるのか、塩崎飛んできた、トップロープ越えの、これも捨て身の攻撃ですね。下がってください。トップロープ越えのプランチャー、大変な高さでしたね。そうですね、もうね相当ダメージあるはずで、あの攻撃を仕掛ければ自分にもダメージがあるのは分かってるわけですよね、それでもあえてこう仕掛けていきましたよね、ちょっと脇腹を押さえています。そうですね、塩崎はもう中で決めたいですよね、はい、ちょっと右の胸のあたりを押さえています塩崎豪。さあベンジャミンをリングに戻した、ここは切り返した、そのまま前に落とした、さあカウント3つ入るか、さあ一気にいけるか、さあまた三沢さんの家をちらっと見ました、ノアを守れるか、初防衛戦、捕まえる、大フラッシャーへ移行するか、あしかし膝が入った、おー打ち、ラリアット打ち、ここで腕を使っていましたね塩崎も。そうですね、さあラリアット、もうこれは負けたくないですね、ここはノアで培ってきたその剛腕です。後ずさりベンジャミン、さあ拳を握れ、さあ、カウンターでしたね今のは、ものすごい音がしましたよ今。ちょっと危険ですね、塩崎大丈夫ですかね表情が。さあベンジャミンにベルト移動か、準備万端のベンジャミン、塩崎は気づいているか、ベンジャミン待っている、塩崎立てるか、塩崎の後ろ振り向いた、危ない、顎に連発、この後もねベンジャミンまだ余力ありそうですからフィニッシュ狙ってきますよね、はい、意識はないかもしれません、しかし無意識のうちでも味方を上げました、終わらせるとアピールしているベンジャミン。 GHC ヘビー級選手権試合、挑戦者のベンジャミン準備万端だ、笑っています、笑っているベンジャミン、ここで来る、ラリアット、右腕、フェイダート狙っていましたよね、恐らく。なるほど、それを出させませんでした、右腕培ってきた右腕振り抜いていきました塩崎。長いタイトルマッチになってきました、両者スタミナも消耗している、何度もそれでも諦めなかったのが三沢さんです。あっと、しかしちょっと崩れ落ちました、ベンジャミン立てませんね、効いてますよね、はい、ここで起き上がろうというところ、もっと座りながらエルボー、エルボーです、三沢さん見えていますか、今日のメインイベントエルボーの打ち合いになっています。まだ塩崎のその右腕には緑のリストバンド、重いベンジャミンのエルボーも重いですね、重いですよね、ただここでは負けたくないですね、負けられませんね、このエルボーの打ち合いでは負けられないですよ、打っていく、ベンジャミンも重い、下から打ち、かち上げるような、そんなエルボー、しかしこれが塩崎どよめいた後楽園ホール、エルボーつける、バンバン打っていってほしいですね、はい、これ効いてますね、いや効いてますよ、はい、ちょっと目を薄くなりましたベンジャミン、塩崎チャンスだ、相打ち、首を振ったベンジャミン、
さすがのベンジャミンもちょっと膝に手をやりました。おっと膝をついた、膝つきました、効いてますよ。塩崎チャンス、あっと塩崎も一旦膝をつきましたが上から重い、エルボーにこだわる、エルボー打っていく、ここだけは水平ラリアット倒れない、もう一回左右左ワンツーラリアット、一気にいきたい、さあ一気にいけるか、そのまま落としていった、リミットブレークの体勢で落としていきましたが、高さがなかったですよね、高さがなかった、何分経ちましたか、30分経ちました、さあ行くぞと声をかけた、帰ってきた塩崎浩、その右腕ぶっこいたー、ゴールラリアット、塩崎浩3つ取った、塩崎浩初防衛成功、全ての思いをぶつけました。